こんにちは、株式会社共立です。今回は千葉県千葉市幸町にある築49年の中古マンションをスケルトンリノベーションしましたので、物件概要とリフォーム内容をご紹介していきます。物件名が千葉ガーデンタウン F 棟、築年は1975年、倉庫数が1414、用途地域が第一種中古総住居専用地域、管理会社が三井不動産レジデンシャルサービスとなります。管理費及び修繕積立金が約23,000円、ペット飼育可能の物件になります。こちらの間取りなんですが、 3LDK で床面積が 70.67 平米、バルコニー面積が9平米のお部屋になります。物件価格が2250万円で、月々のお支払い額が約6417円で、ローンを組めば住むことができるお部屋となっております。周辺環境としましては、京成線千葉港駅から徒歩11分、京成線西登戸駅から徒歩9分、総武線千葉駅から徒歩20分が最寄り駅となっております。周辺環境としましては、霞千葉港店が徒歩7分、ヤックスドラッグ千葉港店が徒歩3分、また小中学校も徒歩圏内にあるような住環境となっております。また南東向けに明るいバルコニーで、生活圏内に複数の施設があるお部屋となっております。それではリフォーム内容についてご紹介していきます。はい、こちらの物件なんですが、築49年ということもあり、室内の状況かなり、傷んでおりましたので、今回スケルトンでフルリノベーションしました。天井壁をですね、解体して、床も全て、解体した状態で、新たに天井を作ったり、床を作って間仕切り壁を作ってですね、生活しやすい間取りに設計しました。また設備もですね、給水給湯管、鉄管だったり銅管を使われていたので、そちらもですね、全て更新しております。今回電気温水器がついていたんですが、電気温水器を撤去して、新たにベランダに給湯器を持ってきて、給水給湯管の更新をしております。また追い出し管の更新、それからガス配管も更新しています。電気設備に関しては、スケルトンリノベーションしましたので、使い勝手のいい位置にスイッチやコンセントを設けて配線をいたしました。テレビが見れないお部屋があったので、テレビ端子もですね、新たに増設しております。はい、こちらキッチンスペースですね。開放感のあるカウンターキッチン、ペニンシュラキッチンを今回採用しました。ワイドが2250、メーカーがリクシル製のシエラというシリーズになります。天板がホワイトの人造大理石で、今回食洗機をですね、新たに設けております。コンロは3口の、ビルトインコンロを今回採用しております。まあ、リビングスペース、かなり開放感のある、設計に仕上げました。またこちらのスペース、食器棚を置いてもですね、十分ゆとりのある、間口で今回仕上げております。リビングが約 13.3 畳で、隣の正面のお部屋が約6畳になります。でリビングと隣のお部屋には3枚引き戸を今回、設置しました。このようにですね、3枚引き戸を閉めることによって、リビングスペースと居室スペースをですね、間仕切ることができるお部屋となっております。それぞれのですね、お部屋にですね、収納スペースを今回設けております。こちらですね、両サイドに今回枕棚、ハンガーパイプ、ウォークインクローゼットとして、かなり収納力のある収納スペースとなっております。こちら床に関しては、5階ということもあり、遮音を取る必要があったので、お休暇工法の上にフローリング材で仕上げております。
またリビング天井にはですね、間接照明としてダウンライトをですね、今回多めに設置いたしました。でこちらキッチンスペース、隣のパントリースペースですね、まあ、食料品を置いたりですとか洗剤などのストックスペースとして活用することができます。また掃除機などをですね設置できるようにですね、パントリー内もコンセントを設けております。はい、で廊下スペースの手前には、このようにですね、分電盤だったりインターホンのスペース、それから、この点検口があるんですが、まあ、この裏に電気の接続だったり万が一の設備トラブルに対応できるような点検口を今回設置しております。こちら廊下スペースですね。今回注意した点としましては、まあ、スケルトンリフォームなので新たに、スケルトン状態で間仕切りを組むのに積み出し工事をしたりして、まあ、廊下が狭くなりすぎないか、洗面スペースが狭くなりすぎないかというのをかなり意識して、設計および施工をしました。またあまり間口が狭くなってしまうと冷蔵庫だったりベッドが入らなかったりして、まあ、扉を壊したりしないといけないケースもあったりするので、今回ですね余裕を持った間口でですね設計をしております。はい、こちら洗面スペースですね。まあ、こちらの洗面スペースもですね狭くなりすぎないように今回設計をしております。洗面化粧台は TOTO製の750のオクターブ3面鏡ですね。隣には洗濯機置き場で上部に可動棚収納を設けております。またユニットバス入り口にはタオル掛けを今回オプションで2箇所設置しています。はい、こちらですねリクシル製のユニットバスでリノビオというシリーズになります。大きさが1416サイズですね。もともとユニットバス入っていたんですが1216サイズから今回サイズを広げております。換気扇は浴室暖房乾燥機で、全体的にマグネットパネル仕様となっております。こういった収納棚だったりですね、鏡はですね取り外して丸洗いできたり高さを変えることができる設備となっております。はい、こちらトイレスペースですね。トイレは TOTO製のタンク5周と一体型の便器、それから収納棚を今回設置しました。はい、こちら玄関スペースですね。今回玄関収納に関してはトールタイプ背の高い玄関収納を設置しました。まあ、かなり収納力のある下駄箱となっております。で若干玄関部分圧迫感がありましたので今回鏡をですねオプションでつけております。こちらの部屋が5畳の洋室になります。で各部屋それぞれですね収納を設けています。オレドクローゼットで中が枕棚ですね、ハンガーパイプで今回仕上げております。またこちらのエアコンのダクトカバーと点検口なんですが、玄関側の共用スペースにエアコンが置けない管理規約になっておりますので、今回先行配管としてドレン管とエアコンの冷媒管の逃げ配管を手前の洋室2箇所行っております。エアコン設置した場合この位置にエアコンを設置して室外機はベランダに置くことができるので、一般的な壁掛けのエアコンを設置することができます。はい、こちらもですね5畳の洋室となっております。隣のお部屋同様ですねエアコンの先行配管をですね今回逃げ工事をしております。また収納スペース今回多めに大きめに取っております。枕棚ハンガーパイプで今回 L 字にですね設置しています。また洗面廊下それから収納に関してはですねこのようにダウンライトをですね設置しております。はい、またこちらの物件ですね、弊社独自のアフターメンテナンスサポートを導入しております。また一級建築士による検査で、安心貸し保険も導入しておりますので、購入者様入居者様が安心して住むことができるサポート体制となっております。弊社の特徴としましてはもともとリフォーム会社ですので自社の施工管理によりリフォームを内製化しております。
船橋周辺の中古マンションの買い取りを強化しておりますので、仲介業者様、それから一般のお客様、ぜひマンション買い取りの際はですね、弊社までお問い合わせいただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。